京都アニメーションの社員36人を殺害した罪などに問われている青葉真嗣被告の裁判は、八田秀明社長が検察側の証人として出庭。共和にの設立当初は色付けなどの下請け業務が多かったものの、東京でも天才クリエイターとして知られていた木上義次さんが入社したことを契機に、生え抜きの社員らが育っていき、1999年頃に初めてオリジナル作品、 ムントを制作したと話しましたハッ社長は検察側から会社にとって人はどんな存在かと尋ねられると人は宝ですと言葉を詰まらせました青葉被告とハッ社長の間には互いの姿が見えないよう仕切りが設置された今日の裁判青葉被告がこれまで共和にに小説のアイデアを盗まれたと話していることについてハッ社長はこう語りました 人様のアイディアを盗む会社ではありません被告の思い込みによって事件が起きて断腸の思いです証人尋問を終え取材に応じた八田社長は4年経とうとも何も変わらないですね本当に大事な仲間を亡くした、まあ、ある意味では 会社の宝をなくしましたね、内心不安ではあるんですけれども、正々堂々とした判決が出るものと信じております今月下旬には、青葉被告の精神鑑定を行った医師2人の証人尋問が行われる予定です。